はい、さい、今回はね、読谷村に来ています。そして今画面にね見えてる大きな建物は世界遺産ザキミ城跡のねユンタンザミュージアムです。読谷のことねユンタンとか言うんですよ。そのミュージアムですね、ユンタンザミュージアム9時から、6時までオープンしてるみたいです。あるんだね。あ、残波岬もいいですね。昔御殿、ホテル日光有村、ニライビーチとかね、チビチリ川、あ、紫村で、僕の大好きなね、戸口ビーチとかねあります。ではね、世界遺産にね登録されているザキミ城に行ってみたいと思います。真っ白階段からね登っていくんですが、その前にはねいくつかね見どころがあるんでね、今回ねそちらもね紹介していきたいと思います。この皮むき屋根みたいなねやつが高倉といって、この建物は豊かな農村のシンボルとでも言うべき穀物倉庫です。かつては南西諸島の各地に分布していました。確かに風通しは良さそうですよね。なんといっても壁がないんでね、湿気を防ぐための、床下をうんと高くしてあるのが特徴ですと言うけれども、なるほど、うんとっていうほどは高くはなってないよね。ネズミ返しとして柱の上部にトタン板を巻きつけてネズミが登れないようにしてあります。このトタンのことを言ってるの、そういうこと、どういうことだ。トタンだからもうこれぐらいしかないよね。あ、ツルツルしてるから登れないってことか。なるほどね、木よりは確かに登りづらいですもんね。あ、そして、あ、上が倉庫なんで、ほんと高くしてるっていうのはこれが下じゃなくてこの柱がもう相当高いってことか。なるほど、壁がないって言ったけど、ここは別に高い床なんでなんもないんか。そしてですね、こちらにはね、サトウキビをね、絞る昔の、なんていうの、こういうの、絞り木っていうのかな。読谷といえばね、サトウキビ畑が多かったりするんでね、こういった昔の、サーターグルマって呼ぶみたいですね、サトウグルマ。当時は馬でね、馬の動力を使って絞ってたみたいですね、サトウキビを絞る車。これ、アッサコキってものかな。木星からね、一星へと移り変わったらしいですね。これも歯車と木星になってたのかな。すごいね、このゼンマイ、大きなゼンマイ。動物、馬を使って絞ってたんですね。なんかイメージでは水牛が絞ってるようなイメージがあるけど、読みたんはどうやらね、馬が絞ってたのかな。そしてあちらにはね、壺らしきものがあるんですが、おそらくね骨壺だったと思うんですが、説明文もあるんで読んでみようか。筋亀って読むみたいですね。筋亀とは仙骨壺。あ、なるほど、骨を収める亀のことで、一斉の陶器の三部して作られたものが一般的である。これもしかして三部紙なのかな。だいぶ古いですよね。でも
言われてみれば山岳っぽい、なんかゴツゴツした感じがあるな。どんどん新しくなっていってるのかな、もしかして。向こうの辺はシーサーとかでありそうな陶器ですよね。この辺とかすごいな、鮮やかな。右から2番目とかが僕は好きかな。4番目もいいな、青い。まあね、骨壺のね、寿司画面でしたね。ではまあ早速長々とね、ザキミ城行く前にもうすでに5分もね話しちゃったんですが、まあ、さっきからねうすうす気づいてはいたんですが、セミが鳴いてますね。まあ、沖縄ね、早い年では4月とかね、まあ、ゴールデンウィークの時期にはねセミが鳴くんですよ。でおそらくこの時期に鳴くセミはめちゃくちゃちっちゃなセミで、1センチ2センチあるかな、まあ、1センチぐらいのセミでね、草ゼミだと思うんですよ。何だったかな、岩崎草ゼミとかそれなのかな。もうね、小指の先っちょぐらいしかね、もう本当にこんなもんのセミなんで探しきれないと思いますね。でまだ数もね少ないんでね、つけるのは難しいよな。というかね、草ゼミは草ゼミっていうぐらいだから低い草にねついてることが多いと思うんですよ。上から鳴いてるのが違うセミなのかな、もしかしたら。なんか高いとこから鳴いてるような鳴き声が聞こえるんですよ。確か見えてきましたね。トラックが止まってるということは草刈り中かもしれないな、もしかしたら。涼しい風がいいですね。見えてきましたね。もしかしたら風切り音がボボボボしたいかもしれないですね。ちょっと先ほども軽く呼んだんですが、もう一回どっか国指定滝見城跡ね、滝見城を15世紀の初頭建築家として名高い長丸によって築かれたと言われている。長丸は当初滝見の北東約4キロにある山が薄くの、これ異常ってもんかな、していたが、1216年中山小八の北山城攻略に参戦、北山攻略後は、戦後処理のため一時北山城に留まったと言われ、その間にザキミの地へ、城を築いたっていうのか、なんていうのか分かんないけど作り始めたみたいですね。アーチ石が現存するアーチ沖縄で最古の古い門なんですね。門の表と裏両面にくさび石がはめられているってことは、あちらの門もくさびがあるってことか。サムネイルとかいいかもしれないですね。確かね、2000年かな、ちょっと覚えてないんですが、琉球王国およびグスクの関連遺産群みたいなね、ユネスコに世界遺産で、ね、登録されている場所でした。そしてなんか足元、緑なのか黄色なのかね、得体の知れないキノコが、梅雨時期なんで今日ね沖縄珍しく晴れてくれてるんですが、もうねゴールデンウィークぐらいから雨がずっと続いててね、おこれ草ゼミの殻じゃないですか。見てください、僕のね指先と同じぐらいの、ほんと爪ぐらいです。取ったらダメかな、ちょっと。めちゃくちゃちっちゃいですよ。赤土から出た後で体が茶色くね汚れてますね。で僕の手相が落ちとった、生命線が長いっていうね余計な情報も入れつつ、いざ滝見城行ってみようか。
ちょうど10分余計な話をしてしまいましたね。でね、ザキミ城ね、僕沖縄にグスク大小さまざま200か400ぐらいあるとか言われてたから、その中でもねトップ5ぐらいに入るね好きなグスクの一つでね、こちらのグスク石組みがね綺麗に整えられてあって綺麗な感じで組まれてるのがね魅力なんですよ。あとカーブですね、ここは直線なんだけれど、なんかね城の門のところもちょっと曲線があったりするので分かりづらいか。でですね、この石門のアーチの鎖が打たれてるっていうのは、あ、これのことか。アーチのね門の上に三角に鎖石が打ち込まれてるっていう、やっぱり草刈りやってますね。いいですね。ただこの草刈り音がねちょっとあれなんですが、せっかくなんでねカーブ直線美がね、わかるかな、丸くなってるの伝わらんかな。あとでね上から見たらもしかしたらわかるかもしれないですね。このずらっと並んだ石組み最高です。あ、こちらの上も鎖になってますね。そっか、梅雨でねずっと雨だったんで、もしかしたら草刈りも今しかできなかったんか。じゃあ登っていこう。こちらはあんまり草刈りになってないな。ちょっと音がねうるさいんで、こちらからひっくり返って、ここはさっきのところよりもなんか太い草木っていうのかな、これ、まあ、中心にね左右をアーチ状の真ん中に大きな草木なのか垂れてますね。すごいな、やっぱこれだけのね敷地にね大きな城壁が作られてあって、中学生がいますね。観光客なのかな、観光客だったらもうちょっと数は多いか。そしてこちらね建物跡って言われてて、これがもしかしたら基礎一つ一つね大きな、ね、石が正方形みたいな形になってるのかな。建物跡ってね言われてる場所です。まあね、ザキミ城はね城門やね城壁も素晴らしいんですが、彼らがね登ってるようにねここからね眺める景色もまたいいんでね、今回は景色まで映しておろうか。こちらダムですね。ちょっとダム名は忘れたんですが、水が溜められててね平家みたいになってるのは確かねダムだったと思います。やっぱ読谷って森緑が多いですね。山、まあ、もうちょい行けばね恩納村とかがあったりするんで、恩納村もねもう山が多いと思うんでね。そして琉球祭り、多分ねさっきの攻めとかもねいるのかな、なんか鳴き声が聞こえますよね、ここからも。そして東シナ海見えてきたんですが、
ちょっとね、冬の海みたいにね、空と海の境界線、水平線ですか、ちょっとぼやけているような感じも見受けられるんですが、もうちょっとね、海のそばまで行くとはっきりね、水平線が見えたりするんですが、ここからはちょっとぼやけてますね、白もやがかかったみたいな。で、こちら一チェーナランドって書かれてるんですが、まあ、これ以上先には入ったらダメだよって、立ち入り禁止のね、意味、一チェー入ってダメだよって言ってますね。はい、というわけで今回ね、世界遺産にね登録されているザキミ城城跡からね、沖縄の魅力を届けてきたんですが、涼しいな、気持ちいいです、高台なんでね、この自然もいいな、緑にね奥には海が広がっててね、ちょっとね16分15分以上のね動画になったんですが、今回は読谷の滝見城から沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。ちょっと攻めぐりそうだけどね、締めの言葉が言えなかったんでね、もうちょっとだけお付き合いください。何メートルぐらいあるのかな、10メートルぐらいはあるのかな、氷壁ね、自然豊かなね、読谷のね絶景が見れる、僕のね大好きなグスクの一つ、世界遺産に登録してある、登録された、ザキミ城跡からね今回、沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね、バイバイ。